私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。松本潤隣の力に微妙な反応。今の時代なら不審者扱いに。ちょっと今の時代に合わないんじゃないか。視聴者の反応は微妙のようだ。活動休止中のジャニーズ事務所の人気グループ、嵐の松本潤、38、が主演する連続ドラマ隣の力、テレビ朝日系、の放送が20日から始まり、初回の世帯平均視聴率は 11.5%、関東地区、ビデオリサーチ調べ、速報値、だった。家政婦の三田や過保護の過保護、ともに日本テレビ系、などのヒット作を手掛けた湯川和彦氏、66、が脚本を手掛けたホームドラマ。松本演じる中越力が同じマンションの住人らの悩みを解決し、互いの絆を深めていくというストーリーだ。地域や近隣住民との関係希薄化が指摘される現代社会で、改めて人間関係の構築の大切さに気づいてもらえたら。これまでの作品と同様、湯川氏の人間愛あふれる脚本と松潤という2人の組み合わせにドラマ好きの期待も高まるが、その一方で、湯川氏といえば奇想天外なストーリー展開も特徴。初回の放送は、エリート会社員の木月学ぶ、小沢誠悦、と妻、立台、恵美クララ、娘、よしみ、古川凛、が暮らす家の秘密に中越が何となく気づいてという流れだったのだが、この展開に違和感を抱いた視聴者は少なくなかったようだ。放送直後、ネット上では面白かった。私は主演が松潤じゃなきゃ、次回は見ないと思った。主人公のキャラに少々イラッとしたこんな人が旦那だったら面倒くさい喫茶店からかの中を隅々まで観察なんて想像するだけで嫌だなどとの投稿がちらほら。何の面識もない家庭について何でもかんでも首を突っ込むのもどうなの。今の時代なら不審者と通報されても仕方ないレベルだよとの指摘もあった。果たして今後、どう展開するのか。嵐、松本潤ファンが驚いた映画大ヒットと超細身スーツのサイズは女性の7号。みんなで最後の最後までベストなものを探り続けていた。それが皆さんに届いているのが嬉しい。2020年12月末に活動を休止したジャニーズ事務所の人気グループ嵐の松本潤、38、が15日、現在公開中の主演映画 99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービー、木村久志監督、の舞台挨拶で都内の映画館に登場。同日時点で興行収入が20億円を突破するヒットを記録したことについて、こう感想を述べたと報じられた。TBS 系の人気ドラマの映画版で、昨年12月30日の公開後、8日後に観客動員数が100万人を突破。テレビドラマ同様、絶体絶命立証困難と思われる状況を次々と覆し、細かな証拠を積み重ねて事件の真相を解き明かすストーリー展開が話題だが、松潤ファンが注目したのは映画だけではない。すごい細身。女性服の7号サイズくらいじゃないんですかね。川崎市内に住む20代女性が興奮気味に話したのは、JR 川崎駅に隣接する大型商業施設に置かれた、映画の PR 看板と一緒に並ぶ松潤のスーツを見た感想だ。映画に出てくる格好そのものなので、まるで本人がそこに立っているかのよう。とにかく細いんだな、ということが印象に残りました。なるほど、青色のスーツに紺色のネクタイ。これで黒のリュックを背負っていれば松潤演じる深山弁護士そのものだろう。腕回りのサイズを見ても通常のサラリーマンの半分ほどしかない。今夏から2023年放送の大河ドラマの撮影に入る松本。鍛えた細身の体で孤軍奮闘しているかのようだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。